それでは一言お祈りをさせていただきます。愛する天の父よ、しのぎやすい季節を迎え、聖日のこの朝、あなたの豊かな憐れみのゆえに、私たちをあなたの恵みの座へと招き入れてくださったことを感謝いたします。あなたの身元には豊かな命の泉があり、誰でも疲れ重荷を負っている者は私のところに来なさいと招いてくださるあなたの恵みに心から感謝いたします。どうか一人一人が信仰を持ってあなたの命の水を汲み取ることができますように。そしてその命の泉が私たちの心の中で聖霊によって湧き上がることができるように、豊かに祝福してください。なくてはならない永遠のあなたの御言葉を、真理を、今日も私たち一人一人に豊かにお与えくださいますように、私たちにあなたの御言葉を受け入れる心を豊かにお与えください。はじめにあたり主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。少し前になりますけれども、四国には榎本康郎先生という有名な、牧師がいらっしゃいました。何度か直接お話もお聞きしましたし、テープでたくさんのメッセージを聞かせていただきました。よく榎本康郎先生がおっしゃっていたことに、夜明け前に一番暗くなる時があるということをお話しされていました。夜は、まあ、一様に暗いと私たちは思いがちですけれども、夜明けが近づいてもうすぐ朝だというその直前が一番暗くなる時だと、そんなふうにおっしゃったのであります。まあ、私にはそれを調べたことがないのでよくわかりませんけれども、榎本先生のメッセージはいつも希望にあふれていると思います。状況がもう一番大変だ、もうこれ以上耐えられない、そういう時が、そういう時こそ神様の介入が起こる直前だとおっしゃるのであります。耐えられるように神様は逃れの道さえ備えていてくださっている。神様は決して耐えることのできない試練を合わせられることはないというメッセージを語ってくださいました。今日はダニエル書の7章のところからご一緒に見たいと思いますが、そこには神様の介入ということが語られております。ダニエル書のことを専門家は黙示文学というふうに言うのでありますが、新約聖書でいうと黙示録のようなそういう書物で、非常に謎に包まれた表現がたくさんなされています。最初これを読むと一体何を言わんとしているのか皆目わからないという、そんな感じを受けるのではないかと思います。しかし実はそこにはいつの時代にも通じる神様の真理が秘められているのであります。それを見てみたいと思います。ダニエル書7章にはこの書の主人公であるダニエルが一つの夢を見たと記しています。その夢というのがまあユニークな夢でありまして、かいつまんで言いますと、それは4つの大きな獣の夢であります。
第一の獣は獅子ライオンのことであります。第二の獣は熊ですね。第三のものはヒョウ、そして第四のものはこれら三つの獣よりもはるかに恐ろしいもので、鉄の牙があり十本の角があり、ものすごく強力で、先の三つの獣を噛み砕いてしまったという、そういう内容の夢をダニエルがある時見たというわけです。一体これは何なのか、どういう意味があるのか、ダニエルは心は騒ぎ悩みました。その夢を御使いが解釈してくれるのであります。これらの獣というのは地上の王国のことであって、これまでのダニエル書の内容から見ますと、第一のライオンはバビロニア帝国のことであり、第二のヒョウというのは、第二のクマというのはメディアという帝国のことであり、第三のヒョウという獣はペルシャ帝国、そして最後の第四の帝国というのはギリシャ帝国ということになるという聖書学者の解釈であります。聖書学者によっては多少の違いがあって、最後の獣はローマ帝国だという学者もいます。しかし、ギリシャ帝国だとする学者の方が多いようであります。ダニエル書という書が書かれたのが紀元前の167年から163年頃の間のことだろうと言われています。その時というのはギリシャ帝国の最後の王様であるアンティオカス・エピファネス4世という人が中近東あの一帯全体を支配していた時代であります。この王様がユダヤ人たちを迫害し、彼らの信仰を押さえつけていた時代だと言われています。具体的にどのように迫害していたかと言いますと、エルサレムの神殿でユダヤ人が大変嫌う豚を生贄として捧げさせたりしたと言われています。ご存知の通り、イスラエル人たちは豚を汚れたものとして決してそれを神様に捧げるようなことはしませんでした。しかしこのギリシャの皇帝はあえてそれをさせて、イスラエルの人たちの神殿を愚弄したわけであります。その他、モーセの律法が書かれている書物トーラーという書物を持っているユダヤ人を死刑にしたり、あるいはユダヤ人を残虐な方法で殺害したり、そういったことをあえてしたようであります。巨大な帝国であるこのギリシャ帝国というものの前に、小国であるユダヤ人たちは少数民族でありますから、恐ろしいそのような迫害の日々を過ごしていたわけであります。そんな中でユダヤ人の中でマカバイという人物が登場して、彼を中心にギリシャ帝国に対する反乱が起きたという事件もその頃にありました。そういう歴史的な背景の中でこのダニエル書という書物が書かれたわけでありますが、この夢の解釈を御使いがダニエルにしてくれております。それがこの7章の23節から25節に書かれております。スライドでその箇所を見てみたいと思いますが、23節から25節に、第四の獣は地に起こる第四の国、これは他のすべての国と異なり全土を食い尽くし、これを踏みつけ噛み砕く。十本の角はこの国から立つ十人の王、彼の後にもう一人の王が立つ。彼は先の者たちと異なり三人の王を打ち倒す。彼は意図高き方に
逆らう言葉を吐き、意図高き方の生徒たちを滅ぼし尽くそうとする。彼は時と法則を変えようとし、生徒たちは一時と二時と半時の間、彼の手に委ねられると、こういう解釈が御使いによってなされたわけであります。つまりイスラエル人たちはこのギリシャ帝国の王の下で激しい迫害にあって滅ぼされそうになるというのであります。しかしその夢には続きがあります。ダニエルが見ていると9節、7章の9節に戻りますけれども、そこにいくつかの御座が備えられ、年を経た方が座に着かれたとあります。つまり神様が現れたということです。それに続いて13節、見よ、人の子のような方が天の雲に乗ってこられ、時を経た方のもとに進み、その前に導かれた。この方に主権と栄光、光栄と国が与えられ、云々とございます。つまり、イスラエルの人々が大きな迫害に遭っているまさにその時に、神様は助けの道を備えられ、彼らを一切の迫害と苦しみから解放するために永遠の御国を用意しておられるという内容の夢であります。そして27節を見ますと、27節に、国と主権と天下の国々の権威とは意図高き方の生徒である民に与えられると言って、神様はついにイスラエルを解放するばかりか、彼らを勝利者として永遠の御国に入らせるというのであります。このような夢、幻というものは、まあ、現代の私たちにとっては大変分かりにくいものであります。一体これをどのように読めばいいのか、戸惑うばかりではないでしょうか。しかしここにあるメッセージは聖書全体の中にも記されていることで、決して特別なものではありません。この4つの恐ろしい獣というのが象徴していることは、この世界の闇の部分と言っていいと思います。それはそれぞれの今の自分の人生と生活に当てはめることができます。現在のコロナウイルスの蔓延する中にある、それに伴う生活苦であるかもしれません。あるいは自分や、あるいは家族の病気であるかもしれません。あるいは自分に負わされている十字架と言われているものであるかもしれません。これらの恐ろしい獣のように、自分を日々精神的にも身体的にも苦しめるものであると考えていいと思います。人生の試練と受け止めてもいいと思います。あるいは人間関係から生まれてくる悩みであると言ってもいいかもしれません。そのようなものの前に立って、恐ろしく身がすくんでしまうようになるような、そんな暗黒の力、闇の力が獣によって象徴されていると考えられます。それがこの獣が象徴するものの意味であります。それによって心が乱され、また不安になり、あるいは精神的にも弱くなったり、体からなんだか力が抜き取られていくような、そんな経験をするではありませんか。しかしダニエルが見た幻はそこで終わっていません。そこには神様の介入というものがあるというメッセージであります。この世の力に押しつぶされそうになる私たちの前に、神様が介入してくださり、私たちを引き上げ、
強くし、なんと勝利者にしてくださるというメッセージがここに秘められているのであります。私たちを押し潰してしまいそうになるものが何であれ、そしてもう生きることが大変で辛くてどうしようもないとそう思ってしまう、そんな私たちの経験の中で神様はそういったものを逆転されるというのであります。信仰によって神を信頼していく者にとってはこの世のどんなものも私たちの心と体を押し潰すことはできないというメッセージであります。これはパウロ先生がローマ書8章の35節から39節の中で、これもスライドの中に入っていますが、ローマ書8章の35節から39節パウロ先生はこんなふうに語られました。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？私たちは私たちを愛してくださった方によってこれら全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他どんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。この真理がここに述べられています。この世のいかなるものも神の愛から私たちを引き離すことができないという真理であります。病気も事故も心ない人の悪意も妬みも貪欲も人の陰口も私たちを敗北させることはできない。私たちの人生を押し潰すことのできるものはこの世に何もないというのであります。神様の愛はあまりにも大きいので私たちが耐えることのできないような試練に合わせるようなことはされない。いやむしろ耐えることができるようにその時その時で逃れの道さえ備えていてくださる。もういよいよこれでダメだという時に神様は必ず介入されて私たちをそこから引き上げてくださる。この世のいかなる闇の力も神の力を打ち負かすことはできない。勝利は神様の御手の中にある。これがダニエルが受けた神様からの真理でありました。今日のダニエル書7章のメッセージを準備しておりましたときに一人の知人からメールが入りまして、最近 YouTube で聖書の話をしているよりたくさんの人がその YouTube を日本だけでなく世界中でも聞いているというある牧師のことを教えてくださいました。その牧師の言ってるメッセージのことを私がどう思うか、私の意見を聞きたいというメールが入ったのであります。随分人気のある方らしくて YouTube ですから皆様もどこかでお目にかかったこともあるかもしれませんが、せっかく教えてくださったので聞いてみて私の感想をその方にお送りしたいと思いました。ということでその方の講演を YouTube で聞いてみました。あえて名前は伏せておきますけれども、私がお聞きしたその講演の内容がちょうど今日のダニエル書7章からのお話でありました。
私はこの方がここをどのように解釈するのだろうかと興味を持って聞いておりました。最初は現在のコロナウイルスによる世界中の混乱と、そして国際情勢の話をこと細かく話して、一般の人には知られていないようなデータを駆使しながら興味深く分析しておられました。そしてその講演の後半はダニエル書7章の解釈をされたのですが、私が少し予想していた通り、現在の国際情勢に合わせてこのダニエル書7章を解釈したのであります。先ほど言いました第4番目の獣、これが現代のどこの国のことであるかということを具体的に断言し始めたのであります。そしてダニエル書や黙示録の言葉を使って現代のさまざまな国際情勢をにそれを聖書の言葉を当てはめて、聖書の予言は必ずその通りになると断言いたしました。そしてコロナウイルスが終わったこの世界がどのようになっていくか、どこの国とどこの国が手を組んでどこの国を攻撃して、そしてその戦争に敗北して、その後の世界は、今後のコロナウイルスの後の世界の情勢はこうなるということを聖書の予言から断言したのであります。そのような解釈が YouTube を通じて世界中に配信されているということ、聖書のことをあまりよく知らない人々がこの人の言っていることを聞いて信じているかと思うと、私は深い懸念を抱かざるを得ません。聖書の中の黙示文学というものはさまざまな解釈の仕方があって、確かにダニエル書と黙示録との解釈は難しいのでありますが、この黙示文学というものを人類の歴史に当てはめて、細かく聖書が人類の歴史を予言しているというふうに解釈して、具体的にどこの国がこの第四の獣に当てはまるとかというふうに断言し始めると、それは大変危険なことと言わざるを得ません。それはなぜかというと、黙示文学というものの書かれた本来の目的がそのようなものではないからであります。これからの人類の歴史がどうなるか、コロナウイルスが終わった世界の情勢がどうなるかということを予言している書物だとして聖書を解釈するのは大変危険であり、誤っていることであります。黙示文学もイエス・キリストの福音と別なメッセージを語っているものではないからです。聖書に含まれている全ての書物はイエス・キリストの福音につながっています。そして黙示文学というのは、特に神様を信じる信仰者たちが厳しい迫害や試練の中に置かれている場合に、神を信じる信仰にしっかりと立ち続けて耐え忍び、最後まで信仰を貫いて神の御前に出られるように力強く励ましてくれている神の御言葉であります。そのメッセージから離れて、現代の情勢と将来の国際情勢を予言する書物であるかのように解釈しますと、それはとても危険なことであります。その YouTube の講演を聞いてそのことを強く感じましたので、私の知人に率直に私の感想をお伝えいたしました。
牧師文学はこれまで何度も繰り返し乱用されてきたという歴史があります。どうか皆様もそのような聖書の解釈に出会うとき、それをぜひとも鵜呑みにするのではなく警戒してほしいと思うのであります。それは目的が違うからであります。ダニエル書の今日のメッセージは、イエス・キリストと結ばれている人の人生と生活においてはいよいよ厳しくて耐えられないというときに、神様は必ず愛を持ってそこに介入してくださり、私たちを引き上げてくださる。この世のいかなる闇の力も神の力を打ち負かすことはできないということ、勝利は神の御手の中にある、そのことを証ししている御言葉であります。私たち一人一人は小さな存在でありますけれども、聖書のメッセージは一人一人の信仰者に対する神様のご愛はキリストの十字架によって裏付けられており、私たちをいつも最大のエールを持って応援してくださっているというメッセージであります。神様が一人一人を大切に思っていてくださるという真理であります。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているという真理であります。それほどまでに一人一人を大切に思ってくださる神様が、神様を信頼してついていく人をどうしてなおざりにされたり忘れ去ったりすることができるでしょうか。神様はこう言われます。私は決してあなたを離さず、あなたを見捨てない。命まで捧げてくださったイエス・キリストを信頼していく人にとって、その人生が神様の恵みで満たされないということがあり得るでしょうか。神様は一人一人の信仰者に目を留めておられ、あらゆる方法を通じて引き上げてくださる。これがダニエル書の御言葉であります。私たちが先月暗唱聖句として掲げました御言葉、箴言の5章21節、人の道は主の目の前にあり、主はその道筋のすべてに心を配っておられるという、これが神様の真実であります。神様は片時も目を離すことなく私たちの歩みを見守っていてくださいます。ならばどうして失望したり落胆したりできるでしょうか。どうして下を向いて歩くことができるでしょうか。時々私は、散歩をするときにですね、ふと気がつくと自分が下を向いて歩いているということがあります。何か落ちてるかなと思いながら、この下を歩いているようなですね、いや本当に時々見つけることもありますけれども、そんな時にハッとしてですね、なぜ下を向いているんだ、なぜうなだれているんだと言われるような気持ちがして、ハッとこう上を向いて堂々と遠くを見ながら歩くように思い直して顔を上げることがございます。神様は私たちが決して下を向いてうなだれるような、そんな風な神様ではありません。私たちをいつも励まして引き上げてくださるお方であります。ある一人の牧師がおられました。この方の名前は大江邦春という先生でありますけれども、この先生が若い頃、鹿児島の南にあります種子島というあの島でイエス・キリストの伝道をしておられた頃がありました。あの鉄砲が伝来した有名な島でありますが、
この先生はこの種子島の人々に一生懸命イエス様の救いについて語りましたけれども、島の人たちは少しも興味を示さなかったそうです。 5,6 年頑張ってそこで伝道しましたけれども、とうとうがっかりして種子島を引き上げることにしたそうです。その時その牧師に与えられた神様の御言葉はイザヤ書43章の1節で、イスラエルよ、あなたを形作った方、主はこうおせられる、恐れるな、私があなたをあがなったのだ、私はあなたの名を呼んだ、あなたは私のもの。この御言葉を聞いたのであります。この先生はこの御言葉に励まされて、種子島を出てからも他の土地で伝道するようになり、その後もずっと種子島の人たちの救いのために何年も祈り続けたそうです。それから長い年月が経って、この先生はある教会に招かれてお話をする機会がありました。群馬県の前橋というところである教会のことです。そのお話の中で自分の若い頃の種子島伝道での失望したことについてお話ししたそうです。あの伝道が失敗であったとお話ししたそうです。ところがそれを聞いていたその教会の牧師が集会の後でこう言ったというのです。あの種子島での先生のあの伝道が失敗であったというのはとんでもないことです。そう言ってその牧師が次のように語ったのです。私の父は鹿児島で米屋をしていて、ある人の借金の保証人のになったために、お店から住まいまですっかり取られてしまって、種子島で細々と暮らしていた私がまだ少年の頃です。種子島にいる時はまだ神様を信じていませんでしたが、その後よそに移ってから、まず初めに弟がイエス様に救われ、そして私の家族全員が救われてクリスチャンになりました。それは先生の祈りが聞かれたのです。この前橋の教会の牧師がそうおっしゃったというのです。そしてこの牧師の一族から大勢のクリスチャンが誕生しました。大江国春先生の考えでは自分では失敗だったと思っていたことが、先生がまいた福音の種を神様はこのような形で大勢の人に伝えられるようになさったということを知ったのであります。私たちは今は理解できなくても、神様に対する信仰を持って歩んでいくなら、神様は私たちの理解を超えた方法で必ず私たちの祈りに応えてくださいます。神様はご自身の時とその方法の中で介入してくださるのであります。では私たちはどうすればいいのでしょうか。ダニエル書をこれまで見てきたように、私たちは自らの信仰の旗印をはっきりとして生きることが大切であります。イエス・キリストを信じているということを人前に恥じることなく、自分がクリスチャンであるということを機会があれば明確にするということであります。そして神様の御言葉を大切に聞きながら生きるということです。心から神様を信頼するということであります。そのようにして生きるなら、神様は必ずここぞという時に介入してくださいます。そしてそれを神様は私たちが分かるように示してくださる時が必ずやってまいります。一言お祈りいたしましょう。
愛する天の父よ、あなたはあなたを信頼してついてくる人々を決して失望させるようなことはなさいません。それどころか、あなたは片時も目を離すことなく、私たちの日々の生活と、そして人生の道筋のすべてに心を配っていてくださいます。外の状況が厳しい時、そしてその試練が続く時も、どうか私たちがしっかりとあなたに信頼して、自らの信じている信仰の旗印を明確にしながら、あなたを仰いで生きていくものとなることができるように祝福して導いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。聖餐式を行いたいと思います。主イエスキリストご自身がこの聖餐式を制定されました。イエス様は弟子たちに、ご自分の裂かれたお体と流された血潮の印として、パンとブドウ液を取るようにと命じられました。ここにあるのは主イエスキリストの食卓です。そしてこのパンとブドウ液は主の弟子たちのために備えられています。誰でも自らの罪を神の御前に心から悔い改め、イエス・キリストを信じていきたいと願っている人、この食卓に預かり、信仰を持ってイエス・キリストの命をいただき、魂の慰め、また喜びとしてください。ここにあるのは私たちの主イエス・キリストの死とその苦しみの印であります。また主イエスが再び来られることの印でもあります。イエス様と同じ食卓にあって、私たちは皆一つであることを覚えましょう。お祈りをいたします。全能の父なる神様、あなたの大いなる憐れみによって、あなたの御一人子主イエスキリストをあなたはお与えになり、主イエスは私たちの救いのためにあの十字架上で死の見苦しみを味わわれました。どうか私たちの祈りをお聞きください。救い主イエスキリストがその死とその見苦しみとを覚えるために制定されたこの聖餐式に預かるとき、どうか主が成就してくださった永遠の御救いの恵みを深く感謝して受け取るものとなさしめてください。主イエスは渡されるようパンを取り、感謝を捧げ、これを先弟子たちに与えて言われました。これはあなた方のために与えられた私の体です。私を覚えるためにこうしなさい。同じように食事の後、主は杯を取り、感謝を捧げ、与えて言われました。これはあなた方のために流された私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えなさい。どうか私どもが真にへり下って信仰を持ってこの聖餐式に預かることができますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。